部長は、あ、いました。なんか違うんだよな。だけど何が。西園さやかさん、ちょっといいですか。あ、あなたは。ミステリー研究会部長、天沢です。今日は西園さんにちょっとお話を伺いたくて。え、ミスケン。ミスケンが何の用ですか。うちで事件なんて起こってませんけど。そう警戒しないでください。今日はダンス部に素敵な方を紹介しに来たんですから。素敵な方。ダンス部顧問の先生が体調を崩して最近来られていないそうですね。そうなんです。原因不明の体調不良で2週間に一度来ればいいくらいです。おかげで振り付けを考えてくれる人もいないとか。はい、コンテストが近いのに。ちょうど今もそのことで悩んでいて。そうでしたか。でしたら好都合。え、あの天沢先輩、確かに困ってますけど。この人は八神さん、ミスケンの顧問になるかもしれない人です。なるかもしれない人。それはともかくとして、八神さんはダンスのことも多少わかるようでして、アドバイスをしてくれるそうです。は？なんでそうなる。俺はダンスなんてやったこと。本当ですか。助かります。さっき見た時からなんか雰囲気ある人だなって思ってたんです。もしかしてプロの人ですか。え、プロ。やっぱそうですよね。捨てる神あれば拾う神ありってこのことです。実は振り付けのアイデアがさっぱり浮かばなくて困ってたんです。ぜひご教授お願いします。いや待った、いろいろと誤解を。八神さん、探偵たるもの時としてライヘンバッハの滝に飛び込む覚悟で困難に立ち向かうべき。違いますか。は？あのいいですかね。今次のコンテストの練習してるんですけど、振り付けがなんかこうしっくりこなくて。みんなもうリズムも掴んで振り付けも覚えて、あとはコンテストに挑むだけではあるんですけど、何か決定的な何かが足りないなと思ってて。でもそれが何かわからないんです。コンテストまでもう時間もないし本当に焦ってて。あと少し、ほんのもう少しだと思うんです。は、は。あの八神さん、私たちのダンスどう思います。何か足りないなと思っているんですが。いやそう言われてもな。観察力、探偵としての基本スキルですよね。え、ここはズバッと指摘してあげてください。当然できん。色気が足りないんじゃないか。健康的すぎる気がする。え、そう言われましてもどうしろって言うんですか。露出度の高い衣装でも着ろってことですか。エロティックな動作を増やすとか。高校生のダンスとしてはいかがなものか。まあそうだよな。曲は悪くないんだけどな。だけど他のダンス部にはないもっと強烈なインパクトが欲しい気がする。
いっそ奇抜なものにしたらどうだろう。例えば演歌とか。演歌ですか。確かに奇抜ですけど、今から曲を変えて練習し直すのはちょっと。リズムも掴んで振り付けも覚えて、さっきそう言ってましたよね。八神さん、ここでちゃぶ台返すのはさすがに。インパクトが足りない。インパクト、うん、ユニゾンもうまくいってるし、振り付けもバッチリ身につ。ただなんていうか、記憶に残るような派手な動きに欠ける気がするんだよね。なるほど、確かにそうかもしれません。全体的に無難にまとまりすぎてるんですよね。ただちょっとアイデアが出尽くしてまして。八神さん、なんかいいアイデアないですか。え、インパクトのある動きといえば、そうだな、いっそ歌ってみたら、はい、歌って踊れるダンス。インパクトは強烈だと思うけど。その発想はなかったですね。ですが今から歌って踊る練習をするのは。ああ、そっか、まあそうだよね。それなら、カンフーの動きを取り入れてみ。カンフー。ああ、カンフーなら派手な動きが多いし、意外とダンスに向いてるかも。確かにカンフーはありかも。実際に格闘技の動きを取り入れてるダンスもありますし。でも私たちカンフーの動きなんてわからない。それなら俺一応カンフーできるけど。え、そうなんですか。まあほとんど自己流だけどね。派手な動きもできる。なら教えてもらってもいいですか。まあいいけど。やった、じゃあ早速見本を見せてくれますか。踊ってみてください。え、踊る？俺が？もちろんです。カンフーの動作だけならネットで見れますし、それをどうダンスの振り付けにするのかが肝心ですから、ぜひそこは専門家の八神さんに。いやカンフーはできるけどさ、踊れとなると俺素人だし。そうですか、踊れない。八神さん、できないなら今回の話はなかったことに。待った。ん？わかった、とりあえずやってみるよ。ダンスなんて初めてだからうまくやれるかわからないけど。はい、よろしくお願いします。それじゃあ八神さん、サビのところまで30秒間私たちが考えた振り付けをお教えしますので、八神さん流にアレンジして踊ってみてください。お得意のカンフーで。ああ、分かったよ。それじゃあまず最初のステップですが、こんな感じです。できそうですか。ああ、どうだろう。まあなんとかとりあえずやってみるよ。それじゃあ音楽流しますよ。よし、やるか。
いやそうなんだが、やってみたらできてしまったというか。どんな運動神経してるんですか。八神さん、やっぱり元プロダンサーだったんですか。いやいやいや、そんなことはない、素人だよ。素人の動きには見えませんでしたけど。ってことは、テンプの才能、ダンスの神様が舞い降りたのかも。どうだろう、カンフーの動きが応用できたのかもな。八神さんに提案していただいた振り付け、早速練習メニューに組み込みたいと思います。今日は本当にありがとうございました。お役に立てたようでよかったよ。あの、もしよかったらこれからも時々アドバイスをいただけますか。顧問の先生が全然部活に来てくれなくて本当に困ってるんです。それに八神さんならなんだか信頼できそうですし。ああ、たまになら。素人なんでいいアドバイスができるかわからないけど、よろしくお願いします。八神さん、部室に戻りましょうか。ん？ああ。どう？ダンス部部長の信頼は得られたと思うけど、テストは。そうですね、正直驚きました。あんなにあっさりと彼女の死、私が何度アプローチを試みても警戒されるだけだったのに。ああ、なんかミスケンめちゃくちゃ警戒されてるみたいだったな。何はともあれ、私としてはぜひ八神さんにミスケンの顧問になっていただきたいです。お、そいつはよかった。ってことは変質者疑惑も晴れたのかな。ええ、その説は失礼しました。それに実を言いますと、あの隠しカメラの目的、なんとなく察しがついてきましたし。え、マジで。生徒を監視するかのように設置されたカメラ、八神さんが探偵だったこと、そして世間の耳目を集めている江原明弘の痴漢裁判、それらのピースを並べていくとぼんやりとですが八神さんの目的が推察できる気がします。まあお仕事の邪魔になってはいけませんから、首を突っ込むつもりはありませんが。とにかく八神さんのことは私から理事長に話しておきましょう。顧問をお願いしたいと。そりゃ助かるよ。だけど部外者がそう簡単になれるもんなの、顧問って。ええ、外部指導員という形であれば。ただその場合、監督役を校内の先生に担当していただく必要があるらしいんです。名前を貸してもらうだけで顧問としての指導は八神さんにお願いすることになりますが、外部の方に部活を任せる以上必要な手続きのようでして。監督役、へえ、そういうもんなんだ。引き受けてくれる先生いるかな。そこは大丈夫です。実は以前に理事長が名前を貸すだけならいいと約束してくれたんです。半ば勢いで押し切る感じでしたが。え、そうだったの。理事長も教えてくれればいいのに。さっきはどこも手が足りてるとか言ってたけど。まあ本音ではやりたくないのでしょうね。責任だけは監督役の先生が取ることになりますから。ミスケンはいろいろなトラブルに首を突っ込む厄介者、そう思われているようです。はは、なるほどね。それでは八神さん、改めましてどうぞこれからよろしくお願いいたします。ああ、こちらこそな。八神さん、後でまた部室に来ていただけますか。私たちが追っているとある事件のことで、ぜひとも相談に乗っていただきたいのです。なんだ、パパ活の他にも厄介な事件が。ええ、それよりももっと厄介かもしれません。実はパパ活女子の件もその厄介な事件の一部である可能性もありまして、その話は時間がかかりそうですので、また今度
詳しくお話しさせてください。なんだかよくわからないが、時間ができたら顔出すよ。みんなお疲れ。頑張ってるね。お疲れ様です。今度ミスケンの外部指導員になった矢上っていうんだ。バスケ部のみんなにちょっと聞きたいことがあるんだけど。何です？三越芝って先生が教育実習で来てたでしょ、少し前、10月ぐらい。ああ、三越芝さん。でも途中で急に来なくなっちゃった。誰かその辺の事情知らないかな。じゃあさ、どんな先生だった？いい人だったとか、嫌なやつだったとか。嫌なやつだなんて全然。っていうか、熱血な感じ？そうそう、ほとんど毎日ここに顔出してたよね。三越芝さんの代、結構強かったんですよ。だから俺らにも動け動けって顧問より大きな声出して。じゃあ、君らにも結構フレンドリーだった？そうっすね。あれ、そういや今日甲田たちは2年2組まだ来てないですね。まっつんとか茜も。その子たちがどうかしたの？三越芝先生、2年の甲田って子がお気に入りだったんです。ん？なんだそれ。甲田さんなら少し知ってるよ。三越芝が気に入ってたっていうのはどういう意味で？すごく指導が厚かったんです。甲田は高校入ってからバスケ始めたんで。うちは部員ほとんど経験者なんです。だから高校から始める人はよっぽど運動神経良くないとついていけないっていうか。それで三越芝先生がよく甲田の面倒を見てくれてすごい助かってましたよ。へえ、本当にいい先生だったんだ。まあそうっすかね。ただ甲田自身はどう思ってたかわかんないっす。ん？三越芝先生はしごいてやってるつもりだったんでしょうけど、結構いじりすぎかなってこともあって、みんなの前で甲田にシュートさせてから今のが悪い見本だって晒したりとか。じゃあ三越芝は甲田さんを笑いもんにしてたってこと？まあ悪く言えば。でもそれも愛情表現みたいな。三越芝先生だったもんな。甲田のことをエロいエロい言い始めたの。ボール磨く時の手がエロいとか、他に取り柄ないのかとか。あの子胸でかいから。そうそう、だから三越芝先生が急に学校来なくなっちゃった時、二組の子たち噂してたもんね。甲田となんかあったんじゃんって。なんかあったって？不適切な関係とか、それがバレて教育実習クビになったんじゃないかって。噂だけどなくもないって感じ？嘘。三越芝先生どこ熱血させてんの？やだ。ウケる。なるほど。それで甲田さんのことをエロ女って。あのもういいですか？甲田さんと2年2組の部員がまだ来てないんだっけ？それってよくあることなの？いえ、だいたいみんなこの時間には揃ってるはずなんですけど。さあ、
まだ教室なんじゃね。話聞かせてくれてありがとな。よく分かったよ。どこ見てんだ。こっちだろ。ねえバカじゃないの。どういうつもり。急にバスケ部やめるなんて、あんたそんなこと言える身分。いきなりやめたらお前の雑用誰がやんの。無責任って言葉知ってるか。あ、もしかして昼のことで調子に乗ってる。クラスの連中が味方してくれたって。だから部活もぶっちか。そんな勝手許されると思ってんの。でも私。でも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 って、だから何なんだよ。なんでお前なんかが私らの足引っ張んの。絶対許さないよ。許さないってどう許さないんだ。てめえまだいたのかよ、不審者。皆さんご覧ください、不審者です。学校の教室に不審者が現れました。ふん、清涼高校ミステリー研究会外部指導員。はあ？理事長先生からご指名を受けて、わざわざ外部からボランティアで来てる。矢上探偵事務所の矢上だ。え？まだ君らには伝わってなかったみたいだな。不審者呼ばわりは多めに見てやるよ。でもこれからは毎日来るつもりなんで、よろしく。俺らもう部活なんで。ああ知ってるよ。頑張ってな、マッツン。嫌なやつらだね、あいつら。大丈夫？はい。高田さん、俺は探偵で君に聞きたいことがあって来たんだ。三越葉ヒロについて。彼2ヶ月前教育実習に来て、その期間中急に来なくなったろ。その時何か彼に変わったこととかなかったかな。トラブルを抱えていた様子とか、見慣れない人が周りにいたとか。それをなんで私に聞くんですか。さっきバスケ部で君が三越葉とよく話してたって聞いたんだ。私が三越葉先生と。いや、聞いた話と違ってたみたいだね。ならいいんだけど、これから俺ちょくちょくこの学校に顔出すからさ、よかったら仲良くしてくれると嬉しい。じゃあ。私今日八神さんの声に助けてもらいましたよね。私毎日ずっと誰も助けてくれなくて、でも私も自分がいじめられてるって言えなかったから、みんな当然みたいにしてるし、笑って見てる人だっていたし。でも今日はみんなが私のために声を上げてくれたんです。びっくりしたけど、あの時最初に私を助けてくれたのは八神さんの声ですよね。かもね。やっぱり。そっか、ありがとうございました。私今日みんなの声でやっと自分が今までひどい扱いされてたって分かったんです。私もバスケ部のあの人たちにちゃんと嫌だって言ってもいいんじゃないかって
それで部活辞めることにしたんだね。高校に入ったらバスケをやるのが夢だったんです。子供の頃読んだ漫画がかっこよくて、下手でも一生懸命頑張ったら仲間が増えたりするの。だからきつい練習でも頑張ろうって思ってたんです。なのに逃げてやめるとかかっこ悪いですよね。高田さんは何も悪くないよ。ただ世の中には不公平がいっぱいあって、それを居心地がいいと思ってる連中が山ほどいるんだ。人を見下すことでしか笑えない連中がね。そんなのにいちいち向き合っていくなんて俺は時間の無駄だと思う。そういう時はさ、やっぱり逃げていいんだよ。八神さんは強い人だからそんな風に言えるんです。じゃあさ、逃げるって言い方変えてみようか。え？バスケは部活でなくたってできるし、場合によっちゃ学校に通うことだって絶対必要なもんじゃない。どうしても諦められない夢なら、どこか他にも必ず道がある。その道を探すことをさ、何も逃げるなんて言い方しなくたっていいと思うよ。そんなのってありですか？なんかずるくありません？まあそう堅いこと言うなって。ミスケンの外部指導員なんでしたっけ、八神さん？ああ、もし何か相談があればいつでも言ってよ。例えばバスケ部を辞めさせてもらえないなんてことがあったら。はい、頑張ってな。ねえ探偵さん、八神さんだっけ？ああ、そっちは部活に行くんじゃなかったのか？あのね、マッツンと榊って、さっき私と一緒にいた男子たちが御子柴先生のことで話したがってるよ。は？八神さんに協力できるかもって。なんか調べてるんでしょ？御子柴先生なら私たち結構仲良くしてたし、いろいろお話できると思うんです。それでね、八神さんには今までのことを水に流してもらえると嬉しいんだけど。急に塩らしいんだな。やっぱりほら、まずいもん。うちら先生方には内心とか握られちゃってるし、八神さんの口から妙なことチクられちゃうと進路に響くわけでさ。マッツンたち今このすぐ上のフロアで待ってるから、話だけでも聞いてもらえませんね？お願いします。この通り。なるほど、そうやって俺をおびき出したいわけか。何人くらい待ち構えてんのかな？上のフロアは3年生の教室だっけ？先輩たちも味方につけた。証拠もないのに疑ってくるんですね。傷ついちゃうな。大人にそんな目で見られたら誰だってひねくれちゃいますよ。マジでショック。わかった、いいよ、話は聞くと。本当？あざっ。こっちですよ、八神さん。わざわざお呼び立てしてすんません。御子柴先生と仲良くしてたんだって？ちょっとよく聞こえないですね。もう少し近くで話せません？まあそれもそうだな。
ここにいるみんな、御子柴先生をよく知ってるのか。いや、先輩方がよく知ってるのはハンピン・リューマンの方です。ハンピン・リューマン、ここらのギャングだよな。ああ、俺あん中にダチがいてさ、女連れで遊び行くと歓迎してくれんだよ。たまに小遣いだってくれるし、まあそういう関係なの。でさ、何か困った時はハンピンの名前出して構わねえって言われてんのよ。女の子を売る代わりによくしてもらってるわけか、強いお友達に。バカも使いようだ。おだてて味方につけときゃいい用心棒にもなる。道具はまず使い方を覚えなきゃ。遊び半分でいい気なもんだ。いつか気づいた時には向こうから食い物にされてんのがオチだぜ。気ぃつけとくよ。でもあんたは俺らより自分の心配が先だろう。今後俺らに少しでも手出したらハンピン・リューマンに歯向かったってことになるんですけど、状況分かってもらえましたかね、八神さん。とりあえず俺らに詫び入れときましょうよ。当然慰謝料もつけて。それ参考までにおいくら？100万。持ち合わせがなきゃいい闇金知ってるよ。そっちは清流会ってヤクザがやってる。ギャングの次はヤクザか。そんなのちらつかされちゃ子供扱いはできないな。あ？もう一発のギャングだよお前らは。抵抗した分は慰謝料上乗せね。ああ、分かってるじゃねえか松井。よっしゃやるぞ俺ら袋だ。いい加減にしろよ。目がてめえ。見えねえだろ。もらった。ざけんな。え、あいつ飛び降りたんすか。いや、どっか影に隠れてやがんだ。ちょろちょろゴキブリみてえによ。お前ら探しに行ってこい。見つけたら知らせろ。俺はそれまで一服してくるわ。オッケー、わかった。さすが余裕だな。先輩、俺らはどうしたら。お前らは俺と来い。一緒にヤニ食いながら報告待ってようや。チス、お供します。先輩やっぱ超強い、かっこいいです。まあな、可愛い後輩たちのためだ。
どうすか先輩、教室で吸うタバコの味は。わざわざそっちからやられに来たか。おい茜、他の先輩呼んでこいよ。うん、分かった。気をつけた方がいいよタバコ、先生に見つかったら大変だろう。けどまあ、お前らしつけがなってないみたいだから、代わりに俺が少し指導してやるよ。あ、なんだと。てめえ、こっちに来てやがったのか。どうだ、余裕ぶっこきやがって。調子乗ってんじゃねえよ。なんなんだよこいつ、こんなのって強すぎだろ。よ、さっきの俺に詫び入れろとか慰謝料がどうのって話。え、あれまだ続けるか。いえ、それも忘れてください。じゃあこれからは仲良くしてもらおっかな。痛いさ、肩が。ちょ、八神さん、三越場のこと全部聞かせてくれ。あいつとは仲良くしてたんだろ。三越場先生はその放課後はほとんど毎日バスケ部にも顔を出してて、現役の俺らからするとちょっと面倒くさいくらい。顧問が席外すとすぐ頼んでもないのに熱血指導してきて、例えば全員に10本出しとか当たり前に命令するし、で一人でも制限時間を超えたら連帯責任つってもう10本。すぐ初心者の甲田が穴だって目をつけられました。三越場は甲田さんにだいぶきつく当たってたんだって。そりゃあいつはどんくさいから、一年の後輩まで甲田にはイラついてましたよ。おかげで部に一体感は出たけど、初心者の女の子を一人みんなで寄ってたかって貶としめてチームがまとまった。ご立派だよ。三越場には両親から失踪届まで出てる。今も消息不明だ。何か事件に巻き込まれた可能性がある。じゃあ甲田に殺されてたりして、地上のもつれとかで。面白い推理だな。もっと続けるか。いえ、やめときます。沢先生とは何か話したんですか。三越場先生のことなら一番詳しいと思いますけど。沢先生が言うには三越場は優等生だったし、実習もうまくやってた。あとはバスケ部の OB で面倒見も良かったとか、そんなとこ。あれ、そうなんすか。
そんな印象いい感じに言ってました。ん？なんかおかしいか？いや、沢って実習中なんかずっと三越葉先生にそっけなくて、だから俺そのこと三越葉先生に聞いてみたんです。そしたらやっぱりそういうことだったらしくて。ん？三越葉先生って昔この学校で同級生が自殺したらしいんですけど、その時沢からいじめてたんじゃないかって疑われたんですって。だから今もそれを引きずってるみたいだって寂しそうにしてましたよ。沢先生が三越葉をいじめの加害者だと。俺三越葉先生に実際いじめやってたんすかって聞いたら、あの人笑ってごまかしてたけど。私は英語を教えてただけですが、三越葉君はこの間の教育実習でも後輩の生徒らとうまくやって。あの先生が三越葉を本当はどう思ってんのかもう一度聞かなきゃだな。沢先生もうお帰りですか？いいえ、さっき理事長に呼ばれてたみたいです。じゃあ理事長室？ええ、外からお客さんみたいでした。よくは知りませんけど。そうですか、どうも。失礼。八神さん、彼らは神奈川県警です。三越葉君の失踪について話を聞きたいとのことで。それで沢先生に話を？ええ、しかし何が起きてるんですか？あなたも三越葉君のことを聞きたがっていた。警察から説明があると思います。多分彼らも俺と同じ情報をもとに動き出したはずですから。三越葉君はもう生きていないんですね。やはりそうなんですか。
八神さん、ここで何してるんです？まあまあ、先生は職員室にお戻りですよね。ご一緒してもいいですか？今警察が来て、いろいろ話を聞かれてました。そうみたいですね。あなたは三越場くんのことを知ってたんですね。殺されてたって。だから彼のことを聞き出そうとしてたんでしょ？ええ、でもほら、ここじゃなんですから。なんで早く言ってくれなかったんですか？三越場くんが事件に巻き込まれてたなんて。警察もまだ伏せてる情報なんです。先生だって他の人に言わないようにって言われませんでしたか？それはそうですけど。刑事たちは他に何て言ってました？そんなことあなたに教える義理はないです。うん、確かに。そもそもあなたは部外者なんです。校内への立ち入りは今日限りにしていただきます。また喧嘩でもして不審者が生徒に危害を加えたなんてことになったら大問題ですから。大丈夫です、その件はもう話がついてますんで。え？ミステリー研究会が俺をぜひ指導員にって言ってくれてるんですよ。理事長の了解も取れてます。俺はもう部外者じゃありません。いつの間にそんな。話は戻りますけど、警察は誰が三越場くんを殺したかもう当てをつけてました。いえ、警察が教えてくれたのは三越場くんが殺されてたということだけです。何日か前、偉人町で見つかった死体が彼だったと。お気の毒です。あとは三越場くんが教育実習中にどんな様子だったかをずっと聞かれてました。こっちからは全然質問できる雰囲気じゃなくて。そうですか、なるほど。あの、何か。三越場くんを殺した犯人ですけど、もしかして先生心当たりありません？え？例えば以前この学校で息子をいじめられたと考えている江原明宏です。当時三越場くんはその加害生徒として名前が挙がってました。江原さん、まさかあんな痴漢で捕まるような人が。やっぱり警察は何も話してないみたいですね。どういうことです？江原さんは三越場ヒロの殺害に絡んでる可能性があります。は？2ヶ月前痴漢で捕まってからずっと拘留されてたのに、偉人町のフラン死体を三越県警が身元を特定するよりも前に。じゃああの江原さんが直接手を下したわけじゃありません。アリバイがあるんで。でも実行犯とつながってはいるはずです。八神さんはなんでそんなこと知ってる。沢先生、情報はギブアンドテイクでいきます。え？4年前に先生は三越場にいじめをしてたんじゃないかって問い詰めてたそうですね。いえ、それは。でも今日先生は俺に三越場くんはいじめをするような子じゃない、まるで正反対のことを言ってました。以前と三越場への印象が変わったんですか？それ嘘だなんて。ちなみに三越場は今日見つかった甲田さんへのいじめにも関係してたようです。なんというか人を見下しがちなタイプだったんですかね。そんな。三越場は4年前江原の息子をいじめてたんじゃないですか？そして先生は何かその辺の事情を知ってる。嘘はなしでお願いします。殺しの動機。田代君です。え？江原の息子だなんてそんな呼び方。あの子の名前は江原田代君です。
そうですね。すみません、まだ仕事が残ってるので。先生、今夜9時、伊勢崎ロードのプラージュってお店に行きます。そこでなら話せるってことですか？ええ、多分。今やっと学校出たとこ。海藤さん、どうしてんの？飲み歩いてるよ。3軒目に来たとこだ。つまり今日はもう働かねえってこと。なんだよ、拗ねちゃって。つくもたちも一緒？杉浦なら一緒だぜ。つくもはなんかのシステムがトラブったとか言って事務所に戻ってった。なんかのシステム？バズリサッチャーだかなんだかよくわからねえが、要するに飲んでる場合じゃないんだと。どうする？お前はこっちと合流すっか？いや、この後沢先生と待ち合わせてんだ。はあ？タボよ。それはいくらなんでもずるくねえか？あのね、遊びに行くわけじゃないんだから。ほう。じゃあ俺も混ぜろよ。どこに行けいい？酒入ってちゃ仕事になんないでしょ。じゃあまた。んなこと言ってどこか仕切り込むんじゃねえだろうな。おい、タボ。